それでは、ただいまから法政さんに、ご講演いただきたいと思いますけれども、最初に少しだけ法政さんのご紹介をいたします。お手元今日お配りしておりますこのパンフレットにも、詳しく載っております。それから先ほど、実行委員会代表の大台さんからもご紹介ありましたけれども、法政さん1966年中国の安徽省のお生まれです。で、天安門事件があった時は、北京の体育学院、北京の体育大学ですね、の4年生でした。で、天安門の近くに、法政さんいらっしゃったんですけれども、近づいてくる戦車から隣にいた、女子学生を救おうとして、で、戦車に引かれて、両足を失われたということです。で、その後その年に、北京体育大学を卒業なさるんですけれども、運動選手としてはやっていけないということで、一度は海南島で、仲間とご商売を始めたいということをなさっていたそうなんですけれども、障害者スポーツの選手としてやっていこうというふうに、決意をなさいまして、で1992年には男子のやり投げと円盤投げで、中国のチャンピオンになります。で、中国のチャンピオンになるということは、中国を代表して世界大会に行く資格を得るということになるんですけれども、それで1994年に北京で大きな国際大会があるので、一旦はそこに中国を代表して出場するという権利を得たんですけれども、ただ、法政さんが両足を失われたきっかけが失われたのが天安門事件だったということで、外国のメディアから注目を浴びるだろうというふうに、中国当局が懸念をいたしまして、で、この1994年の、国際大会に彼は出ることが叶いませんでした。で、その後も、中国当局の監視を受けたりしていたわけですけれども、2008年に北京でオリンピックがありました。その時にもやはり、スポーツ選手だということで、スポーツ選手、天安門事件で、の被害を受けたスポーツ選手だということで、外国のメディアの注目を浴びるだろうと、また中国政府が懸念をいたしまして、非常に監視の目が厳しくなります。で、もうこれは中国ではやっていけないということで、2009年に北京五輪の翌年ですね、2009年に、アメリカへ亡命なさって、で、現在はサンフランシスコで、民主化活動家として活躍なさっています。で、今トゥーさんからも少しご提案がありましたけれども、天安門事件のを記憶遺産としてユネスコに登録してもらおうという、そういう運動が今あるんですけれども、それの呼びかけ人でもいらっしゃいます。で、今日は、法政さんにはその天安門事件で彼自身が経験なさったことの証言を語っていただくということと、あと、それをユネスコの記録遺産にするということにはどういう意味があるのかということを中心にお話しいただきたいと思います。で、通訳は、東京大学助教の徐光さんにお願いしております。よろしくお願いいたします。来到这里来参加六四二十八周年的纪念大会。皆さん、こんばんは。今日、六四天安門事件28周年の記念集会に、ご参加いただきまして、誠にありがとうございます。其实每到这个时候我的心情都是非常沉重而复杂的。実は、毎年この時期になるとちょっと気持ちが重くなってしまうというような感じになります。因为在28年前1989年的6月4号在中国在北京在天安门发生了一个影响中国也影响世界的一件大事。なぜかというと28年前に中国の首都北京にて、6月4日にですね、世界を驚かせた、衝撃を与えた、大きな事件が、発生したわけであります。我们称它为六四大屠杀。
也叫天安门惨案。我々はそれを六四大虐殺あるいは天安門の惨劇というふうに呼んでおります。在今天，在来到日本之前，我的这些朋友，中国的这些在日本的民主活动家们，像王岱、像夏先生、王先生，还有明霞大姐，他们跟我说，要有很多人关心中国的问题，想了解中国的六四，在六四二十八周年的时候，想请我来，想做演讲，我一直在考虑，我讲什么给大家呢？日本に来る前にですね、日本で活動をしている、中国の民主化を目指している王岱さんや王さん、華さん、明華さんから、招待を受けましてですね、日本にぜひ来てくださいと、そして記念集権で講演してくださいというふうに言われましたが、何をしゃべればいいのかとずっと考えておりました。其实对1989年的这个中国的这场全民参与的民主运动，海外已经有足够的资料和了解，因为我相信在日本的朋友也是在自由世界，在那个时候大家已经了解到这个世界为什么会发生，为什么会最后形成了我们成为六四屠杀的这么一个惨剧。なぜいろいろ考えるかというと、要は皆さんは海外の自由のある世界、国で生活していて、おそらく天安門事件に関する資料をたくさん入手することができて、当時何があったのか、なぜ天安門事件に発展したのか、どうして大虐殺が起きたのかといったことについて十分理解しているのではないかというふうに考えていたわけであります。那个时候我其实只是一个普通的大学生，那年即将毕业，是一个热血的一个青年，只是在那个时候我想和大多数的中国普通老百姓一样，我们希望当时的中国共产党政府能够去抑制当时愈演愈烈的腐败，去反对那些以权谋私的那些官僚，那些官导，去公布他们的官员的财产，我们希望一些更多的新闻和媒体的自由，我们希望我们在高校的大学生有自己的不受官方控制的自己的学生组织，仅此而已。私はというと、当時はまだ大学4年生でありまして、熱血の青年であります。私はこの当時の民主の自由を求める活動に参加したのは、かなり単純な考え方に基づくものであります。要は腐敗している役人を暴露し、公務員はちゃんと所有している財産を公表し、腐敗を撲滅してほしいと、そしてメディアには元報道の自由、言論の自由を与えて、大学の在校生としては、自由で制約を受けない学生組織を作って運営することができればと、それを狙って活動に参加しただけであります。其实这只是一个要求更加的自由、更加的民主，也是希望中国会变越来越好的这么一个简单的这么一种要求。可是当时的中国政府，他们认为他们的权力、他们的统治受到了威胁。那个时候，我们知道当时的当权派邓小平、李鹏这些中共当时的强硬分子，他们没有去顺应当时的民意，动用的正规军。用20万的野战军进军北京，去残酷的镇压了这场学生运动，这场要求民主变革的一场全民的民主运动。考えてみれば分かることですが、私たちが求めていたのは、より自由かつ民主的な中国であって、中国をよりいい方向へと導こうと、そういった単純な希望理想でありました。しかし私たちのこういった正当な要求も当時の中国共産党政権にとっては受け入れがたいものでありまして、政権を転覆するものであると、共産党にとって大きな危機であるというふうに認識されまして、特に党内の強硬派であった鄧小平や李鋒といった者たちにとっては、これを弾圧しなければならないと、すごく危機感に侵されたんだろうというふうに思われます。だから彼らは実戦部隊20万人を動員して、我々の活動を武力を持って鎮圧したわけであります。
大家知道这是一场有几百万人参与的全国参与的有非常非常大的一个场景北京非常的大光大学生就有几十万那么我作为一个普通的学生其实我也不是一个活跃的一个政治家我也不是学生领袖我只是一个普通的参与者所以我也不想给对这个事件有一个非常大的一个给大家一种什么样的概念的解释我想这个可以很多人自己去了解我想既然在今天我们在回忆28年前的这场惨案可能我个人的一些经历会给大家一些小小的一些提示如果大家愿意的话我愿意分享我自己经历的一些事情まあ、皆さんご存知の通り、当時の運動は数百万人の市民が参加し、北京だけでも数十万人の大学生が参加した、すごく大きな大規模な運動でありまして、私というと、政治家でもないし、学生リーダーでもなかったので、まあ、挙手的にですね、何らかの概念を使って、当時を振り返るというようなことは、この場ではやりたくないと。皆さんはおそらく、それぞれ、当時のことを理解する方法はあるんだろうと思います。私は皆さんに提示できるのは、一人の参加者、一個人として、何を経験したのか、それで皆さんにとって、何かの、まあ、ヒント、啓示になれば、十分ではないかというふうに考えております。其实刚才主持人对我也有了一些介绍。我很明显大家知道我和大家不太一样只是说那我这个双腿就是在六四那天在那天上午6点多钟在北京在西长安街在距离天安门大概只有几百米的一个地方叫六部口的位置被当时的中国解放军的坦克碾压掉まあ、私は普通の人と違うところはどこにあるのかというと、まあ、先ほど北井さんも紹介してくれましたが、私の両足は当時の、中国人民解放軍の戦車に引かれて、亡くなったものであります。これは64の当時の、本当に朝の早い時間帯ですね、6時過ぎに、西長安街これはもう天安門広場からわずか数百メートルしか離れてないところで戦車に引かれて失われたものであります当時の情景は其实已经占领天安門广场的那些戒严部队把学生从广场已经 清场驱逐出广场的时候我们当时其实是从广场在走回学校的途径是从东向西行走在西长安街上当時の状況について説明すると実はすでに天安門広場は軍によって占拠されまして、まあ、天安門広場に行った学生市民はすでに駆逐されましてですねもう広場から離れている途中でありまして、我々は東から西へと実は大学に向けて学校に戻る途中でありました可是就在当我们行走到六部口这个路段时候在我们的身后也是从东向西军队的坦克占满了路面形成一排有3辆以上的坦克占满路面形成一排从我们身后高速的冲杀了追击的学生队伍在六部口这里许多人被坦克袭击压死压伤甚至有些人被压成了肉泥面目全非つまり私たちはすでに広場を離れたわけですが、軍は追撃の手を緩めなかったわけであります。私たちの後ろからですね、同じ方向、つまり東から西へ向けてですね、一列となって戦車が突っ込んできたわけであります。少なくとも3台の戦車が横並びになってですね、もう車道を全部占拠した。そういう形で、突っ込んできて、その車列に巻き込まれて命を落とした学生、そして私のように、重傷を負った学生がたくさん出たわけであります。中にはもう顔とか全部潰されて、認識できなくなった犠牲者も存在しているわけであります。更为让大家意想不到的是、在坦克追击我们之前，他从坦克当中发射出了许多的毒气弹，在我们学生队伍中爆炸。さらに驚いたのは、
追撃の戦車が私たちに追いつく前にですね、すでに毒ガスの銃弾を発射して、その学生の中でですね、爆発して毒ガスを散布していたわけであります。为什么说是毒气弹，肯定很多人说是不是催泪瓦斯或者其他的什么，因为我们有现在已经了解到有很多事实证据，我们当时有学生就是因为吸入了这个过量的这个毒气，是因为吸入毒气窒息死亡的。我本人在医院中一个星期之后依然从肺中咳出黄绿色的这种痰液，医生鉴定这是含有氯气成分的一种毒气。じゃあそれは本当に毒ガスなのかと、ただの催涙ガスではないのかというふうに疑問を感じる方もいるかもしれませんが、しかし、いろいろな当時の証拠が残っておりまして、人王の調査でも実は一部の学生はその毒ガスを吸い込んでですね、窒息死したということはすでに判明しているわけでありますから、単なる催涙ガスではないということははっきりここで申し上げることができます。私本人もそれを吸い込んでおりますから、入院して1週間経ってもですね、肺の中から黄緑色の弾液、液体をですね、吐き出すことはあります。その中身成分を鑑定したら、毒ガスの残留物が検出されたというわけでありますから、毒ガスであることは間違いないんだろうと。当时在我旁边有一个我们学校低年级的一个女生，也是因为吸入了这个毒气，她昏迷倒在路边。我当时就是为了去抢救她，为了帮助她，把她转移到路边。可是坦克的速度非常快，我使她让她获得了安全得救，但是我本人没有逃脱，所以被坦克碾压，失去了双腿。私の両足が失われた。そのきっかけっていうのは、実は毒ガスで倒れてしまった私の後輩の女の子はですね、もう戦車にひかれそうになりまして、私は彼女を助けるためにですね、戦車の前に飛び出して彼女を救ったわけでありますが、自分がさすがに戦車のスピードに勝てなかったということで、巻き込まれて両足が引かれて、その後切断されたというわけであります。それだけでも戦車はすごいスピードで突っ込んできたということは分かるんだろうと思います。就在这个路段，就在这个情景，事后我们大约现在通过多方的了解，我们知道大约有11个当时的大学生在这里被坦克碾压死亡，有更多的像我这样的人受伤。我知道的有一位女士失去了一个胳膊一条腿，还有两三位同学他们被骨盆被撞碎，但是具体详细的六浦口惨案的致伤和致残致死的这些人至今依然是个谜，我们并没有得到非常确切的数字。当时その場にいた人は、後になって、集めた資料、そして行った検証で判明しただけでもですね、私が知っている限り、少なくとも11名の学生がその場で命を落としましたと。私と同じように手足を失い、あるいは骨折して重傷を負った人はそれ以上の数に上るだろうというふうに思われます。私の知り合いの中には、片方の手足を失った女性、あるいは何名かの方は骨盤の粉砕、骨折をした方もいます。ただし、当時その場で、具体的にどれぐらいの犠牲者が出た、死者負傷者の正確のデータはいまだに、秘密にされていて、私たちにとっては謎であるということになります。这就是大致我经过的我们称为六浦口惨案的这么一个情况，这也就是我们为什么定义六四我们称它为大屠杀。これは私が経験したその場所の名前は六福港というところですね。六福港惨劇というふうに私たちは呼んでますが、私が経験した六福港の惨劇はそういうものでありました。この1箇所でこれだけの犠牲者を出しておりますから、六四天安門事件を大虐殺と呼ぶにはちゃんとした理由があるということはここで言っておきたいと思います。
这绝对不是像近几年中国政府一直对六四事情他不断的在改口在说这是一个风波一个事件，他不是的，他其实就是一场真正的军队对人民的一场屠杀。从我经历的这个六浦口惨案就是可以足以证明这一点。所以在这里我也再次想提醒大家记住几个问题。第一，坦克是从身后追杀和平的行进当中的这些学生，他没有丝毫的避让和减速，所以我认为它是一场蓄意的屠杀。近年中国政府が主張しているものは、六四天安門事件は単なる事件であると。事件って言っても、要は小さな出来事というふうにトーンを落としているわけであります。中国語でいう事件はさほど大きなことではないという印象を人に与えてしまうわけであります。しかし私の方で主張したいのは、これはやはり軍隊が国民を虐殺したと、しかもそれは意図的に行われた大規模なものであるということを言っておきたいと。重要なのは先ほども言ったように、平和的に道路を歩いている大学生の背後からですね、戦車が横一列になって追撃してきたわけであります。これは意図的ではないというには、それなりの証拠を出さなければならないんですが、私の経験からするとそれは意図的に行われたに違いないだろうというふうに感じております。そういう意味でも軍隊が国民を虐殺した、意図的にそれが行われたということは私の経験に基づいて言えることだろうというふうに思います。整个六四镇压中整体的这个真相至今我们不知道到底有多少人在那一天失去了生命，这个事实真相中共从六四屠杀那一天开始就一直在隐瞒。全体的にですね、どれぐらいの犠牲者が出たのか、何人死んだのかというデータは、未だに隠されております。中国共産党政権にとってはそれは機密情報だろうと、その日から、今に至るまでですね、それを隠すために中国共産党政権は一生懸命頑張っている、わけでありますから、未だにそれを知る由はないというのが現状であります。很多失去孩子的母亲，刚才这个照片中有，就是我和天安门母亲的代表丁子霖老师有过一个合影。你们知道，在中国，这些失去孩子的母亲，他们为了寻找这些当时具体的这些遇难者，他们面临着非常非常多的困难和打压。中国政府利用他们手中的权力，是让人们去掩盖这个事实，甚至有些人。因为害怕，因为怕失去他们的生活依靠，为了怕失去工作，他们的家人不敢向别人去诉说他们的孩子是在那一天被中国军队杀死的。この中国共産党政権の隠蔽工作は徹底的に行われております。その日に自分の息子娘を失った親たちが真相究明するために活動していても、たくさんの障害に遭遇してしまいます。こちらの方に私と、当時子供をその大虐殺で失った母親との、ツーショット写真があります。彼女は一生懸命真相を解明しようとしてますが、なかなかうまくいきません。いろいろな弾圧も受けます。犠牲者の家族の中にはですね、政府の弾圧を恐れてですね、自分の生活の過程、自分の仕事が失われるのではないかという心配で、自分の子供をその日に犠牲者になったということを人に言えないでいるという人も実はたくさんいるというわけであります。それだけ中国共産党政権は躍起になって真相を闇に葬ろうとしているわけであります。我知道我的一些朋友在搜寻调查这些真相的过程中被中国政府抓捕投入了监狱，我也知道面对中国政府的各种压力，有些人甚至自己是被坦克碾压致伤的，为了获得能够在中国继续的生存下去，他们不得不改口说他们是被公共汽车撞的。
这就是我们在中国面对的一个现实。私の知り合いの中にはですね、その日の真相を解明するために活動し、それだけでですね、逮捕されて牢獄に入れられた人もいます。そして実は戦車に轢かれて障害を残し、あるいは負傷してしまったにもかかわらずですね、中国で生きていくために政府の圧力にさらされてですね、自分はバスに轢かれてその懸案になったと、そういう嘘の証言をせざるを得ないという人も存在しております。これは私たちが中国で生活していて直面している現実であります。我本人六四之后一直在国内，其实也是正是因为我一直坚持不向中国政府妥协，坚持要把自己遭遇的真相告诉大家，在中国也遇到了非常非常多的迫害和压制，这里我就不再多说了。其实只是向大家说出一点，就是我们每一个当事人保存这份记忆，说出这份真相，把这些历史事实告诉大家，是多么的重要和不容易。私本人も天安門事件の後20年間中国で生活し続けたわけであります。しかも私は共産党政権に妥協するつもりは全くなくてですね、その日に起きたことの真相を後世に伝えようとずっと頑張ってきたわけでありますから、当然いろいろな迫害、弾圧を受けてきたわけであります。それについてはこの場で繰り返し紹介する必要もないと思いますが、ただ一点皆さんに意識していただきたいのは、私や私と同じような経験をした人がその記憶を持ってですね、そして真実を包み隠さず後世に伝えようとするその努力はどれだけ意味のあることであるのか、そしてどれだけ苦労しているのかと、それだけ認識していただければ幸いかと思います。就是在六四二十八年后的今天，我们知道在中国六四依然是一个被严密封锁的一个话题。六四包括天安门，甚至我的名字，在中国都是严禁搜索的一个敏感词。今になってもですね、もう天安門事件が起きて28年経った今でもですね、中国国内ではそれがタブー視されておりまして、すごく厳しくコントロールされている言葉として六四天安門、あるいは法政さんの名前でさえもですね、検索エンジンに入れたらこれは法に触れる検索のワードになりますから、結果を示すことはできないというようなことになってしまいます。给大家讲两个小的当下的一个小的故事。在中国的四川成都，有四位他们心里不愿忘记六四这段历史的人。这四位年轻人，他们做了一个酒，因为知道八九六四，他们做了一个铭记八九，因为这个酒跟中国的酒喝的这个酒是一个谐音，他们做了这个八九六四的这个酒，在网上去义卖。就是因为这件事，从去年到现在，这四位陈斌、罗玉富、傅海禄、张俊勇，他们四位至今还在中国监狱里。中国政府给他们定的罪名叫做颠覆国家政权罪。ごく最近に起きた二つの事件、出来事を皆さんに紹介したいと思います。一つは中央の四川省成都市に4人の若者がありまして、彼らは六四天安門事件を忘れてはならないというふうに考えてですね、それを記念するためのお酒を作りましたと。中国の中に、中国の中ではですね、お酒の酒の字と、1989年の九っていう字の発音は同じ字をという発音をしているので、お酒を作ることでそれを記念しようとしたわけであります。お酒の名前は89を明記するという意味合いが込められている。
ただそれだけのことであるのにもかかわらず、これを作った4人の若者は、去年から、本日に至るまでずっと監獄に、閉じ込められていると、彼らの罪は何であるのかというと、国家政権を転覆しようとする罪になると、ただ酒を作っただけですよ。それでも、そういうひどい目に遭っている若者が、現実に存在しているわけであります。他们只是想说用这么一种比较特殊的艺术的方式让人们记住那段历史，所以我们说这瓶酒应该是世界上最贵的酒。彼らはただ、それだけのことですね。朝霞を作ることで、天安門事件を記念しようとしただけで、ある意味芸術的なやり方であるにもかかわらず、ひどい弾圧を受けた、そういう意味では彼らが作ったお酒は当時の記憶を風化させないための非常に貴重なものであるというふうに私は考えていて、世の中で一番価値のあるお酒ではないかというふうに思います。还有一个小的故事是我的一个朋友，当年他也是六四的大学生，是北京农业大学的学生，他叫陈云飞。もう一つの出来事は、私の友達と関係しております。彼も当時の、天安門事件の当時ですね、そういった運動に参加していた学生でありまして、北京農業大学の学生で、名前は陳雲飛で言います。六四之後 他在四川、他一直默默地在照顧着一位同样在六四中失去了他们孩子的一对老人，他们的孩子叫郭峰，当时是中国人民大学的学生，在六四中失去了生命。这位陈云飞先生就一直在照顾这位农村的他们唯一的一个上大学的孩子，在北京镇压六四镇压中失去了生命，他在照顾他。この陳さんは天安門事件の後四川省へ行ってですね、ずっと四川省で。ある夫婦の生活の面倒を見ていましたと。この夫婦は実は子供をですね、天安門事件の時に亡くしてしまいまして、その子供は中央人民大学の大学生で、五国宝といいます。子供を失った農村出身の夫婦のところに陳さんはいてですね、自分の親のようにその面倒を見ていました。就是这位陈云飞先生在十年前在成都的商报，他登了一个广告，广告的内容是说向六四遇害的同胞，向所有六四的同胞致敬。当时你知道在中国年轻人很多人都不知道，这个报社的小的编辑工作人员，他们以为六四只是普通的一个数字，一个六十四位的，也许是一个矿难的死亡的这么一个事件，所以就把这个报纸登了。この陳雲飛さんは10年前にですね、四川省の省報っていう新聞にですね、広告を掲載しましたと。ちょうど天安門事件の起きた日にですね、この広告を掲載し、天安門事件の被害者犠牲者に敬意を表すための広告であります。この広告はなぜ新聞に掲載することができたかというと、要は若者は時間が経つにつれて、もう当時何が起きたのかを知らない人が、現れてきたと。ちょうどその広告の編集を担当する、新聞社のスタッフはそれを知らずに、何らか の炭鉱事故の犠牲者ではないかという、おそらくすごく軽い気持ちに考えてですね、検閲をせずですね、この広告を掲載したわけであります。但是这个报纸的主管后来他们的上级他们是知道六四的，他们知道了这个事情之后非常的担心和紧张，所以在全程的去收缴发出来的这个报纸，让这两位年轻的小的编辑把他们做了很高的处分。しかし、若者は知らないんだけど、新聞の編集長、そしてさらにその上級の主管部門の、幹部、役人は当然天安門事件のことを知っています。すごく焦りまして、生徒誌
の各地に、まあ、すでに配信されたその新聞の回収にすごく時間と労力をかけたわけであります。そして、まあ、誤ってそれを掲載した、編集スタッフの2人は、すごく厳しい処分を受けたわけであります。我讲这些小故事的原因就是告诉大家，在六四二十八年之后到就在今天，中国虽然共产党有严密的这种管压、这种压制、这种迫害，民间的记忆人们依然是不会忘掉的。虽然每年都会有很多人因为不愿意忘记这段历史而被中国抓捕投入监狱，这也就是我为什么今天要在这里。我们在六四二十八年后的今天，我们依然来纪念这个日子，因为对于我来说，这个历史真的远远的没有过去，因为真相没有得到昭明。はい、まあ、この2つの出来事を皆さんに紹介したのは、1つは、中国国内でどれだけこれがタブー視されていて、それに関わることがあればどれだけの弾圧、迫害を受けるのかということを理解していただくこと、もう1つは、それだけの迫害弾圧があるにもかかわらず、この歴史に関する記憶は中国国内でもまだ風化しておりません。それを覚えていて後世に伝えようとする人はまだたくさんいます。まあ、当然毎年のようにそういった活動をする人は逮捕されたり監獄に入れられたり、そういうひどい目に遭っているわけでありますが、皆さんは諦めておりません。そして私にとってもこれはまだ過去のことではありません。私にとってはこの歴史、この記憶は終わっておりません。何かというと、当時の真相はまだ解明されていないからであります。所以这也是我们二十八年的一直坚持的，就像今天下午我还到驻日本的中国大使馆去，继续提出我们所有六四受害者的一个共同的一个申愿，就是要真正的调查六四的真相，去追究那些屠杀的元凶的责任，这是我们一直坚持的。二十八年来，我们一直在坚持这样做。だからまあ28年間。堅持してですね、活動をし続けたわけであります。今日この場に来たのも、その記憶を皆さんと共有し伝えるためであります。また今日の午後、東京のにある中国大使館の前に行ってですね、抗議活動をし、当時の真相を解明し、そして、大虐殺に直接関わった責任者の責任を追及する、そういう要求を提起し、大使館に対して求めたと、そういった活動を続けるのは、真相解明するまで続くんだろうというふうに私たちはそういう覚悟を決めているわけであります。所以在这场记忆的争夺战中，我们一定要坚持下去。这也是为什么这一年多来，我们积极的推动，要把六四屠杀这么一个重大的历史事件进入到联合国的记忆名录当中。我们要让这个事件永远的被全世界记住，不能让中共去掩盖它，让它消失。我们不能让这样的历史事实被消失。だからまあ、この記憶、歴史をめぐる争奪戦と、そういう表現を黄さんは使いましたが、要は記憶を守るための戦いは続けなければなりませんと、だから私たちはここ1年間で、努力してですね、これを記憶遺産にしようという活動を展開してきたわけであります。これは全部記憶を守り、共産党がそれを隠蔽する、そういう工作に対抗するためであると、決して共産党の目論見を、実現させてはならないと、我々は自分の経験、そういった記憶を、ちゃんと守らなければならないと、そういう責任があります。所以在这里我要再次的感谢你们的到来，感谢大家，因为有你们使得六四这个事件、这个记忆不会被遗忘。中国政府不希望大家记住，因为他知道这个对他来说是他一个不可饶恕的罪行。但是我们民间，我们每个人要把这个历史要永远的记住。そういう意味でも、改めて、来場者の皆さんに、感謝の意を申し上げたいと思います。来てくれた皆さんがこの記憶を共有できるんだろうというふうに信じております。共産党はそれを消そうとしております。
闇に葬ろうとしております。それを決してさせてはならないというふうに私は思います。そのための努力は惜しむつもりはありません。皆さんには本当にありがとうございます。就像刚才我们前面的有两位嘉宾，西海明先生，还有这位新疆的我们的社委会的朋友说的非常的好。我们真的不能仅限于我们对历史的记忆，仅限于对真相的这种追寻。我们其实现在已经非常的清楚，要真正的让这种悲剧，让这种历史不会再出现，真正的根本的问题就是要让中国真结束这种共产党统治的这种一党独裁的这种政权，这才是一个最根本的一个目的。我们要建立一个真正的自由民主的社会。そしてさらに一歩進んでですね、ただ記憶を保存するだけではありません。先ほどのクリル隊の代表、そして世界ウイグル会議の日本全権代表の挨拶の中にも出たように、我々はこの共産党一党独裁の体制を変えるための努力もしなければなりません。協力してその体制を打破しなければ、この悲劇の繰り返しを阻止することはできないかもしれないと。その悲劇が二度と起きないためにも、この現在の一党独裁の体制を打破する必要があると、そういうふうに強く感じております。所以我09年来到美国之后，我也投身到了推动中国民主的这个事业当中。我们愈加去关注中国的当下的这些人权的状况。我们认为，改变中国真的需要我们大家共同的努力。だから、2009年アメリカに行ってからは、私は、これまで以上にですね、中の民主化の問題に関心を寄せるようになりました。現在の中国で起きている人権侵害の問題にも注目し、そしてこういった経験から導き出した結論というのは、やはり中国の民主化は必要不可欠であります。そしてそれを実現するためには、我々 の、 協力、皆さんが力を集結してやる必要があるんだというふうに感じております。再次感謝大家。如果有什么想要我多了解多说的，可以向我提问，因为我也不知道，我也没做太多的准备，所以耽误大家时间了。私の講演は以上で終わりにしたいと思います。特別な準備をしたわけではないので、皆さんが聞きたいことは、ぜひ遠慮なく質問で、お出してですね、できる限りお答えしようというふうに考えております。ありがとうございました。本生さん、ありがとうございました。